いいいな、うん、ついにそういうう男をさそうねの俺の場合独身だから、うん、ちょっとまずいじゃんまずいまだ早いそれはまだ早いでしょ、うん、もう結婚してる人はいいよねそうなんだよそれは自由ですよもう結婚したらうん,うん言っていいんだから全然 じゃあ、そういう人も多いのかな多いと思うよ、本当に。よくさ、芸能界の噂でさ、あの人って、あの、そっちらしいよって、聞くじゃないいや、でもあの人結婚してんじゃんとか言う人いるじゃん。うん。パターンなのかな多分そうじゃない結婚するまでは違くて、結婚してから、うん。変われるよ。それは、バイセクシャルなのバイね、バイだよ。うん。俺は、バイだよ、俺は。 バイなの、うん、俺はバイ。もう <laughs> もう俺はバイって言いないしちゃと完全にカミングアウトなのよ。い <laughs> けるかもしれないと俺はバイって言うのは全然違うからね。<laughs> でも、それこそバイセクシャルでしょだから、いけ、行った事実があった場合はね。うん。だまだないでしょまだない。ないでしょそう。でもやっぱ、うん、男だけに行くっていうのはありえないと思う、まだ。そこは、バイ、言ってバイだよ。 なれる可能性があるとした可能性があって。やっぱ女の方がいいんだよね。今んとこね。男の方がいいってことになることもある,のか、ね、なるんじゃないの女より男の方がいいってことになっちゃったらもう倍じゃないよ。でも女も行くよ。何女、も行 <laughs> くよじゃないわ。<laughs> うんうん、いやで、でもど、どっちも行けば倍でしょ倍、うん、でいたいよ、いそりゃ、俺だって。<laughs> <laughs> 倍<に> <laughs> 倍がいいよまあそうかうんまあねそれはすごいことだけどねすごいことだけどでも本当にに真剣に考えると大丈夫な感じするけどに、ね、真剣に考えたことないんで今まで勝手にないなってただ思ってただけなのいや俺はすっげえ言われるんだよ前も言ったでしょ俺は「中井の窓」っていう番組で、うん、ああそうだうん うん、一番可能性があるのは俺だって心理分析官に言われたんだからうんもう本当に心理だから本当にそうなんだようん、うん、心理分析だから、うん、そうだからな,なんでその男のさ、うんなのその、うん、なんで男嫌なのじゃ、うん、男を嫌な理由は何でまず最初に男何が気持ち悪いの <laughs> 何を何を何、のんきを、のんを落とそうとしてる何が、何を何考えてんのだってそれ。だってさ、いや、単純なことだよ。おっぱい。俺女のおっぱいとか、そういう裸体ね。それに興奮してきたわけ、ずっと。もう物心ついた頃から。だからそれに興奮するわけで、男の裸体に何も感じないんだから。だってさ、そのセックスしてるときに、おっぱいとかってそんな触る触る。どのぐらい えどれぐらあんま触んないでしょ、俺ほとんど触んないおっぱい。<laughs> それはだから、うん、その人、それぞれの性癖でしょうん。触る触る。でも何回かでしょうーん、まあ。その何回かで、セックスの中で言ったら <laughs> 本当大したことないからね。その何回か我慢するだけの話だよ。いやど、どういうどう？<laughs> 我慢する。<laughs> 我慢する。我慢する。顔、だから体つき。女の体つき。この、うん、女の体って気持ちいいね。 触って抱きしめると気持ちいい。ど、うん、でもどこが一番気持ちいいんだって、結局。うんどこが一番気持ちいいのだそんなの触ってたところってさ、体つきが柔らかい。抱きしめた時にあの、抱、ねま、き枕気持ちいいなっていう、深くやる気持ちいいなと一緒で、女の裸を、体をこうやって抱きしめると気持ちいいじゃん,、うんうん。うん、だからそれが気持ちよくても、うんうん、それで何が起きんのだって。何も出ないでしょ、それだと。ああ、いいな。俺うん、うん、まあ、気持ちいいな。実際どこが一番って言ったら、あそこでしょ <laughs> あそこはだってもう完全に男の中の方がすごいじゃん、うん、<laughs> まるあそこさえ気持ちよくいいんだから <laughs> そういう考えでいったら<え>いけると思わない男のあそこの方が気持ちいいの、うん、だって抱いただけだったら抱きしめるだけだったらその柔らかさはいいかもしんないけど、うん、いやそれで抜けはしないじゃん絶対にいやだけど、うん、別に穴があったら入れたいだけじゃなくて コンビだから全部。女の体を抱いてる、可愛、うん、い,い女の子。うん、いい、可愛い,いエロい体。うん、そういうので興奮して、それで挿入してるから気持ちいいんだよ。うん、そしたら、誰でも良くなっちゃうんだよ。いやいや、男の体がエロいじゃんだって。エロいなんかもう筋肉とかあったりとか。完全に。ハードゲーの発想じゃない。<ロ>い <laughs> 男の筋肉が。あるいや、でも、男がよがってる姿なんで見たら興奮するんじゃない ああだからそういうふうに思えたらすごいねもう逆にってことだもんね、うん、これすべてね逆にだよ逆にそれってよくないって方法でしょ普段男っぽいやつが急に弱くなってる姿とか、うん、そういうふうに考えたらいけると思う、まあ、もう本物だよ <laughs> 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 すごいわ、うん、あー